はい、みなさんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエストビルダーズ2、続きをやっていきたいと思います。じゃあここに流されたので少し周囲を探索しますか。ヒノキの部は持ってるね。グローブも持ってるんで、あ、持てんじゃんこれ。破壊できる、破壊できる。お、材料ゲット。そういうことか。壊せるやつと壊せないやつがあるね。これ壊せないんだよ。持てる？あ、持てはするんだ。持てはするけど、ヒノキの棒では壊せない。じゃあ破壊の限りを尽くすか。あれ、これも、これも破壊できんの？え、何これ、何を破壊してんの？てかさ、海辺に入っちゃったからさ、すげえ動きが鈍い。これ何？あ、昆布。めっちゃ腹減ってんじゃん。 23% だよ。え、食い物探そう。まずはまあ昆布手に入れたけど、昆布を食って上をしのぐのか。あ、これ宝箱っぽくない？どこからか人の声が聞こえる。何もない、誰もいない。ここはどこだ？俺は一体。声は壁の向こうから聞こえる。砂の壁を壊して奥へ進んでみよう。いや、そんなことより宝箱だよ。昆布かい。閉じるとかできんの？何これ、超ダミーじゃん。じゃあ宝箱は壊せないね。あそこにちょっとイベントマークがあるけど、ちょっと今お腹すくから昆布が尽きるのが先か、俺のお腹が尽きるのが先かっていう感じだな。昆布ばっか。あ、ちょっと待って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 、深いところだとこれ人々減るとかある？あ、スタミナが減ってんだ。これ何？あれ、なんかオートセーブが入ったね。え、これ腹減るの早くね。昆布って何パーセント回復したっけ？食う 5% か。ひたすら昆布を食う。いや、ひもじすぎる。木材ってなんか、あ、置く。あー、なるほどね。あー、なるほどね。こういうのもできんだ。置くわけではない。これは置けないのか。カーソルを合わせば三角でアクションが起こせそうですね。なるほどね。まあ、とりあえずじゃああっち行くか。これ回収しとこう。これを破壊する。ちょっと視界が、これはイベントっぽいな。空っぽと始まりの無人島。え、いろんな地域があるってことじゃ。これまあダークソウルでいうドゥーンだよね。空っぽ島みたいな。あ、あそこに人が見えるな。人が見えるけど、ちょっと昆布は回収しときたい。赤い空か。まさかここは地獄か、それとも天国ってやつか。赤い空なの？別にただの夕焼けっぽいんだけど。おい、そこの女、貴様誰だ？結構早くね、あいつ。とりあえず殴ろう。殴れない。どうやら生きてるらしいな。どうやってここに来た？こう乗っていた船が沈没してここに流れ着いたらしいか。それで貴様は何者なんだ？ビルダー見習いのミカミックス。一応フルネームなんだビルダーって。まあいい、面白いものを見せてやる。俺についてこい。俺の名前はシドウだ。さあこっちだぜミカミックスシドウなのお前。おい、こっちだ。うるせえ、昆布が先だ。まずは食料準備して。あれ、勝手に進んじゃった。いや、もう 30% だよ。昆布、とにかく昆布くれ。多分走ったりするとあれだよね、スタミナ消費もあるし腹が減るのも早くなるみたいな。まあ今はね、ちょっとあれ、人がいる。
流されてきたのか。どうだ、ここの連中みんな死んでんの。いや死んでないでしょ。え、死んでんの、マジで死んでんの。いきなりそんな描写から始まんの。生きてんのは俺とお前だけ。乗っていた船で俺の姿を見なかったような気がする。一体俺は何者なんだみたいな。いや生きてんじゃん、うん、あ女の子だけ。いっそ楽にしてやるか。そうだな、いっそ楽にしてやろう。怖っ、ダメだ、俺にはそんなことはできない。こいつは返事がない、ただの屍のような。マジで、あ消えた。屍は波にさらわれ海の彼方へと消えていった。ガチで、ガチで屍か。なんかちょっとあれだよね、話すって何これ。え、これスライムもしや。マジか。え、いきなりなんかこんな悲しいところからスタートするの。とりあえず昆布食おう。昆布を食って落ち着こう。まずはお腹が減ってたらちょっとね、思考能力も低下しちゃうから、ある程度満腹感を満たして。え、こいつも、いやマジか、助からなかったのか。でこの女の子生きてんのか。昆布でも食うか。うーん、こんな女の子にね死体を見せるわけにはいかないよ。ここはどこ、私は一体。いや一歩間違えれば俺も死んでいたかもしれなかったのか。あなたたち海賊ね、ルルの身ぐるみ剥がす気でしょ。行っちゃった。ギャンギャンうるさい女だな。口が聞けないようにしてやるか。まあ、考えることはこいつなかなかあれだね。あれ、あっち行っちゃった。まあ、ほっとこう。ここら辺、あ、ついてきた。こいつな、あれなんだ、手伝ってくれてる仲間なの。勝手に仲間になって、お前仲間にした記憶はないんだけどな。あ、スタミナがなくなる。一回ちょっとスタミナ切らしてみようか。あ、うん、なるほどね。まあ一回切れたらちょっとスタミナが回復するまでは少し時間がかかるよみたいな。じゃああいつも集めてくれるんだったら回収作業多少ははかどりそうだね。こっちに作業台？あ、作業台だ。明かりとヒノキの棒しかない。明かりは油がないからな。あれ、なんでこんなところに扉があんの。キャーって。どうやらここは無人島ってやつみたいだな。瓦礫と砂と下以外は何もない。あら、うん、あの船に乗っていたビルダー見習い、あんた責任取ってよね。助けが来るかもしれない、それまで何か作って待とう。ボロの作業台、結局ボロなんだ。助けを待つ間に何か作るとしたらルルのお願い、雨や風を防げるお家が必要ね。もう確かにね、2段以上の壁と扉があれば完成する。この壊れたお家を利用すればできるかもしれない。茶色い船の残骸をグローブで掴んで壁の隙間を埋めてる。ほうほうほう。いつ助けが来るか分からないから食べ物がないきゃ不安。桃貝、え、そんなの落ちてた。焚き火で焼けばきっと食べられる。木材がいる。木材は大丈夫だよな、流木から取れる。うん、ゴツゴツした岩の上じゃ寝られない。ベッドは絶対必要。藁のベッドを作れと。3つ作ってお部屋の中に敷いてちょうだい。急にベラベラ喋りやがって、勝手に話を進めるな。お腹丸出しの服。あなたなら作れるわよね。はい、楽勝だそんなもの。ビルダー見習いミッションよ、張り切って作ってね。息の根止めようぜって。え、ミッション内容って確認できんの？使いっ走りじゃないんだ、面倒なら無視しろよ。そんなこともできんの？
遭難して困ってる、助けてあげよう。ビルダーとか物を作るとか。物を作るってなんだ。指導のデジが謎だね。部屋作り。もう一度あの女に話を聞くんだ。もう一回聞きたい、ぶっちゃけ聞きたいんだけど、どうすんだっけ。隙間を埋めろって言ってたよね。こんな感じ。あ、2段以上、全部2段以上にしろって言ってたよね。こういうこと。屋根なくね。ちょ、これさ、こっから入れそうだし、こっから入れんじゃん。よくよく考えれば。これ埋めて、これも埋めて、一応ここ開けて、扉いつ閉まった？あ、開けられるこれ。開けられる。どうやって開けたんだ。あれ、あとどれ？あ、ここか。おい、どうだ？できた。ビルダーへの第一歩。なんか痛い。ドアにぶつかってしまった。お部屋になるわ。魔物が来てもお部屋の中ならへっちゃらよ。こんなんで上空からキメラとかに狙撃されそうなんだけど。焚き火ね。焚き火はちょっと興味あるな。こいつ壁貫いてきたぞ。ちょ、なんかこれさ、様にならないんだけど、見えないから俺が。焚き火で桃貝を焼いて料理を作る。ちょっと待って待って待って、視点、あ、変えられた。なんでこさ、この扉越しに話してんのこいつら。こんなにまだ、これが俺と指導の距離感なんだな。このまだ見えない壁がある。焚き火、食材を入れると料理ができる。焚き火、温かい照明。この距離感。素材があれば作れる。木材、油だよね。だからこれを使えよ。邪魔なスライムを絞り上げたら出てきた。え、スライムから油なんて出てくるんだ。かわいそうだけど、まあ生きるためだからね、しょうがないよ。壊れた樽や流木から取れる。いや、それは大丈夫だな、いっぱい手に入れたから。よし、じゃあちょっと作りますか。焚き火、油も3つ必要なんだ。焚き火を作るって、持っとくってどういうこと。まあいいや。え、でこれをどこに、ここに置けばいいの。はい、なかなか派手に燃えそうだな。そいつをどうするんだ。焚き火で料理をする。あ、桃貝をちょっと回収するか。じゃあ海辺の方、海辺の方に行って、桃貝ね、遅い遅い。これ違うよね。買った、全然ダメだ。貴様一体何のことなんだ。こう、そっから説明しなきゃいけないの。それがビルダー、世界中にいる。物を壊すのが得意。よし、桃貝回収に行こう。これ流木？あ、こっちね。どれがどれなんだか。これ桃貝だよね。ほい、よし、ゲット。あ、スライムがいる、ちょっと奥に。桃貝ってやつだな。危険な匂いがする。あ、生で食うと危険な匂いがするってことね。え、今、まあ食べられないね、さすがに。なんか、ちょっと待って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 、素材にしておこう。このスライム生きてる？え、なんな、え、なに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 、え、なになに、倒すのもしかして。け、ひでえ、油になった、そういうこと？いっぱいいる。戦闘だ。レベルはないのか。だから持ってる武器と防具ってあんの？ちなみに。まあ、そういう感じが全てなんだな。ちょっと、なんかメニューみたいなの開いてみようか。あ、荷物装備あんじゃん。
あ、装備グローブ、これ何、ハンマー、あ、後で手に入れるんだねきっと、懐中電灯みたいな、あ、これ下ヒノキの棒と、あ、盾がありそう、盾と服か、ビルダーの服、守備力5。なんかさ、初期装備の数値結構高くない？ヒノキの棒で攻撃力8で、服で守備力5だからね。これちなみにさ、服変えると見た目も変わんのかな？それだったらなんか結構面白そうだけど。これ何？なんか手に入れた、見てみよう。枯れ草、あー、てか焚き火もさ、ずっと燃えてるとは限らないからね。定期的にこういう枯れ草とか油とか補充しなきゃいけないのかな。でスライムすげえ湧いてくんな、まあ、こんなもんでいいでしょう。てかもう一個くらいちょっと予備でさ、桃貝を調達しておきたいんだけど、これ調達しとくか。あ、でもさ3人いるから3人分食わなきゃいけないよとか言い出してきそうだからな。あ、あれか、枯れ草ベッドか、ベッドに必要なんだ。ちょっともうちょっとじゃあここら辺で材料を調達するか。これ枯れ草だからね。か、いっぱいんじゃん、ここに。ちょっとここら辺の材料回収していきますか。シドウ君よろしく頼むよ。よし、ここに貝がある。まあ、割と簡単に今のところ材料は手に入るね。あとはなんかそのレアな材料とかなんだよな、きっと。いいものを作ろうとすると、レア材料が必要。モンスターとかのドロップ率ってあったりするのかな。なんか、スライムは今基本的に油を落とすじゃないですか。その代わり、なんかレアドロップとして、なんか別のね、なんかを、その 10% の確率で、なんかちょっと珍しいものを落とすとか。まあ、このくらい回収しときゃいいか。じゃあ戻ろう。結構遠出したな。いや全然遠出じゃないかもしれないけど、レベルはなさそうだね。っていうかさ、またいつの間にか腹が減っている。これじゃあ隅から隅まで割と調べておかないと、なんかどこにいいアイテムが落っこってるかわからないからね。ちょっと物を作る。え、ちょっと待って、ベッドってどうやって作るの、そもそも。え、入れる、あ、そうだな、やっぱりこれ料理する、この材料、あ、ここをセットか、料理する、この材料では料理できません。え、何これ、木材入れるんだっけ。ちょ、待って待って、わかんねえ。一回取り出そう。取り出すって何、燃えたんじゃないの。だってこれが入れられるよっていうこと、入れる、料理する、あ、そういうことね。桃貝ってやつを焚き火に突っ込んだ。少し時間がかかりそうだ。ここで様子を見ていようぜ。あ、料理は時間がかかるのか。あ、そりゃそうだよね。これさ、焼きすぎると焦げるとかあんのかな。それなりに時間がかかんな。ほい、できたよ、受け取る。おお、焼き桃貝、まあ別にあげよう。生臭さと砂のジャリジャリ感が相まってとっても美味しい。あんまり美味しそうな表現ではないな。ほうほうほう、なるほど。あとベッドか。名前はなんていうの。ミカミックスとシド、あなたは何者なの。ここに来るまでの記憶がない。記憶喪失ってやつらしい。お腹が膨れて眠くなっちゃった。わらベッドを作ってお部屋の中に敷いてちょうだい。いや、わらは調達してきたから、あ、レシピね。こうやってひらめいていくのか。まあイベントでひらめくやつと、あとなんか、なんていうの、そのアイテムみたいなの手に入れてひらめくかもしれないよね。わらベッド、
ってか、なんかまだまだ物がしょぼいよね。わらのベッドとか。わらベッドをひらめいた。枯れ草を素材にすれば作れるわけ。うんうん、ここら辺はもう回収したから大丈夫っしょ。よし、作ろう。生活家具なんだ。これ3つ作れって言ってたよね。はいはいはい、オッケー。よーし、回収しといてよかった。でこれをまあ、これは端の方に置くか。やっぱり寝るとこだからね、真ん中にあってもしょうがないからね。ダブルベッドにしよう。ほい。で、シドウ君、君は男だからこっち。女2人の近くに寝させるわけにはいかない、こんな危険そうなやつを。なるほど、こうやって楽しむこともできるのか。ベッドがあれば昼間は体を休めて体力を回復できる。夜になれば朝までぐっすり休める。あ、夜とか朝とかっていう概念あるんだ。ルルのパパとママ、ハーゴンの兄弟に殺された。あ、ルプガナか。仕返ししようと思ってあの船に忍び込んだって、結構さ、魔物の勢力強くないか。夜になったらベッドでゆっくり寝られる。これお前のベッドがこっちだからな。これそこのとこちゃんと分かってるか。なんだか楽しくなってきちゃった。確かに俺も今ちょっと楽しくなってきた。シド、あなたはもう少し文化的になってちょうだい。毎日焼き桃が30個、昆布50個。これ毎日でしょ。え、そんなに。あ、なんだ、別にこれ何やんなくていいってこと。なんかびっくりした。ルルのお願いコンプリート。お、次はし、お前こっちじゃねえよ。まあいいや、俺が指導と一緒に寝ろってことね。そういうことね、うん、まあ気を使ってくれたのかわかんねえけど。こいつは空気読めない女だな。ものづくり、俺にもやらせろよって。俺にも作業台を使わせてみろ。もう何ができるかわかんない、多分違うものができるんだろうな。指導が作るとなんか別のもの、同じ材料だったとしても別のものができるみたいな。どうだ、不器用すぎてできないか。グワ、お前そんなハンマー持ってたの。もともと作業台に備え付けられてたのかな。どういうことだ、ものなんか全然作れない。ものを作る力がないのか。ビルダーにはなれない。これはどうしようもなさそうだ。諦めるのが早いぞ。うん、俺のためにも何か作れ。一つくらい作ってくれてもいいだろう。うん、まあいいでしょう。こいつはアイテムちゃんと集めてくれるからね。新たなレシピをひらめいた。なんで、あ、コンボ、あ、武器ね。なるほど、指導専用装備、ああ、あるんだ。よし、ちょっとコンボのまず材料見ないとね。だって木材だけで作れるんだ。木材の数だけじゃん。1個、ほら、プレゼントしてやるよ。これだってプレゼントすんの。ちんけな棒は。物を壊すのが得意っていうから専用のコンボを作ってみた。コンボってやつ早く俺に装備させろよ。どうやって、ちょっと待って、近づくのか。あ、装備、はい、おお、いいね。振りがやっぱな、なんか剣みたいなんだよな。モーションちょっともう少しドンキっぽくしてほしかったな。これはなかなかいい振り心地だぜ。このコンボ気に入ったぜ。お前は感じたか、スライムより強い魔物の気配がある。このコンボを倒すのにぴったりだ。
戦い方教えてやる。海岸の西、魔物をぶっ倒しに行くぞ。よし行こう。地図に目的地が表示され、え、地図なんてあったっけ。ちょっと待って、あ、マップって書いてあるじゃん。おーおーおーおおお、すげえ、全体マップを見る。あ、すげえ、指導の本坊。あ、これはミッションか。廃墟、あ、ワープできんの。ちょっとやってみよう、多分。ああ、なるほどね。てかさ、このベッドさ、位置変えらんないのかな。寝るしかないんだけど。じゃ全員話しとけよかったな。いや、まあ今更だけどね。まあ、ちょっとじゃあ行きますか。西、あ、ミニマップ上に出てんじゃん、よく見れば。まあちょっと他のものはスルーしつつ、ちょっと腹が減ってる。桃貝どれくらい回復するか、もう一個ちょっと作るか。じゃあ桃貝を作りたいと思います。焼き桃貝か。ほいほい。え、これってさ、まあ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 焚き火だから一個ずつか、なんかまとめて2個3個って焼けるようになんないのかな。まあ、それは進めば新しいレシピでひらめいて、電子レンジとかね、電子レンジをひらめいたみたいな。素材があれば電子レンジを作れるぞ。こいつ話せんじゃん。だってそれだけで焼き桃がよくおう。ほい、 20% いいね。まだ常にこいつ半分腹減ってるよね、いつも。いつも空腹状態だな。まあ、しょうがない、もうそういうところに流れ着いちゃったからね。ひもじさと戦ってハングリー精神を鍛えていこう。ここか。あ、魔物の群れ、ゲッ、オオネズミがいるじゃん。うわっ、つえ、指導も死ぬんだよね、それ。当たり前だけど。あ、ダメージ食らってる。あー、いって、あ、5エクスペリエンスって出なかった今。なんだ今のは。お前が手を出すから思わず叩いた。ノリがいいな。ハイタッチ、ナンパな振る舞いだぜ。でもそういう言葉遣いは知ってんだ。うん、戦いのコツは使うけど何にもつかめてないんだけど。ただ適当に武器を振ってただけ。あ、レベルが上がった。これはイベントで上がるのかな。そこら辺のスライムとか倒してレベルを上げるっていうことはなんかなさそうな気はするけど、うん、あ、確かに。そりゃそうだよね、ヒットポイントがあるってことはレベルが上がらないとヒットポイント増えないからね。うん、強い敵は俺に任せておけ。物を壊す方が似合いみたいだ。部屋に戻って俺たちも寝るとしようぜ。どうした、ミカミックス。お前の物作りなかなかのもんだぜ。夜が明けたらこの島一緒に探検しような。あれ、この指導もさ、もともとここにいたんじゃなくて、記憶喪失でちょうどここにたどり着いた、少し前にたどり着いた感じ。ベッドで眠ろう。これなんか紋章みたいなのか、調べる。不思議な彫刻が床に施されている。今は何も起きない。はあ、なるほどね。落ちて死ぬとかあんのかなこれ。なんかちょっと、え、ちょっと待って、なんか怖い。おとなしくイベントを進めていこう。これワープで帰るか、マップ。ちょっと全体を見て、こう。ほい。いや、便利だね、これ。こいつ何歩いてきた。げっ、早々に寝やがった。俺は、ちょっといろいろ入れて、やってみたいんだよね。これダメ。油は？あ、もう料理だけなんだ俺。じゃあ、ちょ、昆布入れてみる。料理する。お、料理できた。ちょっと昆布焼いてみる。焼き昆布になるのかな。昆布って焼き昆布とかってそんなん食べんの？できた。炙り昆布か。
初めて作ったって書いてあるね。もうちょっと早く桃貝とか大量生産したいんだけどな。それなりに1個作るのにだって時間かかるよね。何秒かかるかちょっと数えてる暇はないけど、少なくとも10秒以上はかかってるよね。ほい、まあ1個ずつ持っときますか。じゃあ寝よう。いや俺のこう想定していた配置と違うんだけど、寝る位置が結構早起きだな。おはよう。朝ごはんとして昆布。あ、昆布もあるよ。お、どうした、魔物か。焼き桃貝がない。知るか。デザートなのこれ。ん？この気配、お前たちあれ見ろ。いきなり登場したなこいつ。ポッポッポ、お、なんだこいつ。げすげえ、こんなやつに勝てる気がしないんだけど。あ、なんか階段が出てきた。あれは階段か。こっちじゃぞーい。となんだあのふざけたジジイやな。まあ喋り方がジジイだったけどね。見た目は普通の魔物だったけど、うん、白い大きい槌を追いかけるぞ。そうっすね。じゃあまあちょっとキリがいいので、今回はこれで終了して、次回はじゃああの大木槌を追いかけるところから、やっていきたいと思います。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。